角の社内ベンチャーとしてスタートしました。ところが毎月何百万何千万の赤字がずっと続いたというふうに伺いました。その頃の話をぜひ聞かせてください。いや、マーケティングリサーチはものすごく良かったから、はい、結構こんな線で上がっていくんじゃないかっていう事業計画書を出してるわけですね、はい、最悪でもこの線だろうと、うん、うまくいったらこんなにうわうわにいきますよみたいな絵を描いて、はいはい、意気揚々と始めたんですけど、はい、まあ、素人の悲しさですね、うん、始めた途端ですね、1号目は、はい、みんな広告くれるんですよ。それエバラがバックだからエバラと仕事したいというところもある。ご祝儀相場です。ご祝儀相場です。ワード出て、で、その次からピタッとなくなるんです。なんでなんだこんなにってみんな言ってるのにって言うんですけど、はいはい、日本ってすごい横並びだから、はい、まずどこどこは使ってんの、うん、あそこは使うんだったらやるよとか、うん、ちゃんと配ってんの、それを見てからやるようで、うん、その入れてくれない、はい、でもう一つ言うと広告予算って年間で決まってるんですよね。テレビに2億円、はい、ラジオに5000万、チラシに1億円使おうかみたいなのがあって変わらないんですよ、はいはい、スポットって、はい、だから要するに広告予算大きいところは取ってくれないから、なるほど、まあ、当初狙ってたところでもあるんだけど小さいところしか、はい、予算まで組まないようなところから当たらなきゃいけない。スポットの小さい少額のものしか取れないから売上としてはかさまないと。そう、はい、ちょっとまとまったところは取れない、はい、困ったなっていうのがあって、うん、どれくらいの赤字がどれくらいの期間になるんですか。いやでもすごいんですよ、週間発行数に1000万ぐらいかかるんです。毎週1000万の経費がかかって、はい、ひどい話が売上が300万ぐらいしかないんですよ、はあ、そうすると、はい、1週間で700万とか1日100万なんかでしょ、はあ、1年間で3億6500万までいくなんていうのパッと弾けるわけですよ、はい、で4億円赤字出したらやめるって言ってたから、この媒体1年しか持たへんなっていうと、もう冷や汗がガンガン流れるわけですよ、はあ、なるほど。だんだん寝られなかったりうなされたりして、うん、その夜が明けてくるとですね、はい、うわーっと冷や汗が出るんですよ。もう毎日シーツを干さなあかんね。あの時こう寝汗で、あんまり寝汗でこうピンク色の形がついてるんで人の血の汗かいたぞとかいう、後から冗談で言ってるんですけど、それぐらい大変でしたね。もうだから闇をどうやって抜けていったらいいのかと、この赤字のあれをっていうのは見えないですね。締め切りが来たもんだ、次にもう締め切りが近づいてくるわけです、はい、毎週そう、うん、そうするともうその広告が取れないこのあれが輪かけて辛くなるんですね、はい、だからその創業の頃っていうのは残業にすると200数十時間週に半分止まってるようなもんですよ、まあ、そんな暮らしをしてましたから。なるほど。でそんな中でまあ少しずつ回復してるんですけど、もう黒字にならないから累積赤字はどんどん溜まっていくわけですよ。それがどれくらいの期間続いたんですか。いや単月黒字になるの2年半ぐらいかかりましたからね。最終的にその最大の累積赤字時代だから、エバラに3億5000万ぐらいケツついてもらいました。はあ、大阪で打ち合わせあった時に、はい、大阪の会によく行ってた正殿寺というお寺に行って、はいはい、まあ正式な座禅ではないけど自分で一人こう庭見ながら、はい、何が大事なんやろとこう、うん、真剣に考えましたね。その当時その新規事業の、はい、そのメディアにその取材させてもらったことから、そういう声がポツポツ取材にこう来てたんですね。パドさんを取り上げるメディアが現れ始めてた、うん、そうなんです、うん、新規事業を取材する新規事業を作ったやつがいて、ポツポツこう取材が増えてきた時やったんです。なるほど。で僕自身がその時に思ったのは、はい、そうだと、はい、要するにこの事業って自分で考えたから、うん、営業のことも編集のことも配布のことも一番よく知ってると、うん、で僕しかできない、みんながお前赤字を抜け出すことを考えろと言われて、そこに専念しようと思った時に、あ、これかなと。広告費を打てないですね。広告会社なのに広告費を持ってない、持ってない、赤字やから、はい、でも主催されたらただの広告じゃないですか、はい、でそれよりメディアが言ってくれたら、うん、自分たちが言うより100倍いいわけで、はい、でこれに徹しようと思って、広告塔になろうということで、その当時その PHP のやつが自分でキーマンネットワークという異業種交流会やって、それを手伝ってくれと言われたんで、そこから入って事務局に入って、そうです、そうです。そうすると
まあ、そこは割と雑誌とか新聞の記者たちもネタ探しに来てたんで、はいはい、その辺を朝まで飲まして、予想を取り上げてもらって、はい、空いてたらうちのも書いてねみたいな。なるほど。まあ、一時期は太田助のクラちゃんと言われてたんで、ネタがない時にネタがない時にだってベンチャーの集団と、はい、その大企業の新規事業の集団とメディアのやつだと3組でこういたわけです。なるほどなるほど。だからもう要するに全部知ってる事務局やってたから、みんな知ってるから、はい、でここへ取材に行ったらどうですかみたいな。だこっちにも喜ばれて、雑誌にも喜ばれて、で僕のもお願いねっていうような。それでボツボツ出てくるとネタがない時代ですから、はい、どっかに出るとそれをネタにどっかから来るということで、うわーっと広がってきて、はい、でエバラって固い会社がなんでこんな関係ない仕事始めたんだみたいなのもその受けてネタになって、よその、その新規事業の担当のところに講演に行かせてもらったりとか、はい、よその会社の社内法に乗ったりとか、あーでわーっと広がってきた時に、はい、その営業マンが元気になるんですね。営業マンがパドって家庭に配ってますから、はい、奥さん子供は読んでないけど、はい、うん、旦那があまり読んでなくて、うん、時間がないから、うん、男性パド知らんっていうの結構あって、はい、それが日刊スポーツなんかに載ると、はい、えパドってこんな雑誌あるのか面白そうやなっていうことで、で営業マンが元気になるんですよ。あ向こうからもお声がかかるようになって、なるほど、それで一気に売り上げが3割ぐらい上がって、ぐぐーっと上がっていて黒字化したんですね。トップにしかできない仕事をやれと、まあそうですね、だったんですね、はい、キーマンネットワークなんかで仲良くなった人たちに横浜以外の人に毎週このパドを送りつけて、はい、レター付きで、はい、レターは笑わせるようにして、関西人だから酔っ払って失敗した話ばっかり書いてもう1年半ぐらい送り続けたかな。そういうことでお仕事の話が来たりなんか、東京の人たちに、はい、だからもう広告塔ですわ。広告塔、なるほど、うん、まあ、そういうこともあって大手さんポツポツ入ってくるようになって、まあ、一気に黒字化したんですけどね。なるほど。それが創業して2年半後ですね。まあ黒字基調になったのが、黒字基調になったのが、それまではもう地獄でした。地獄。パドなんかやめちまえって言われまして、黒字化した後に、もう黒字化した頃ですね、頃に、頃に、やめちまえと、うん、やめちまえ、景気も戻ってたんですよ、あんだけ円高で、はい、なるほど、工場が遊んでたのが動き始めてた。そうなんです、はい、あの IT ができてきて、あの銀行とか商社とか、うん、リクルーサーみたいなの取られてエバラに来なくなっちゃった、困っちゃった、いい、うん、来なくなった。だから選択と集中というのをやり始めたわけですよ。もうダメなところは整理して、そのいい人間を集めて、あの強い事業に集中していこうという方針を立ててたん で、パドが一番関係ない。新規事業だったパドさんがもう削れと、うん、撤退だと。まあそれはその通りなんで、うん、でまあ社長の家まで乗り込んで、うん、その直談判して、うん、じゃあ分かったと、うん、その帰りたいやつは返す、残りたいやつは残っていいし、うん、で茨は運転席降りるから、はい、売ってこいと、ああ株を売ってこいと言われて、はい、分かりましたと。でまた株主を探す、はい、2回目のことになって、まあそれはしょうがない、はい、でいろいろいいとこまで行くんだけど、そのなかなか最終合意に行かなくて、はい、で次の2年経った時にまた社長に呼ばれまして、はい、お前何をしてんねんって言うから、いやいいとこまで行くんですけど、うん、まあ債務超過ですよね、累積赤字がドーンと大きいから、うん、じゃあ分かったということで、はい、その債務超過の分は、うん、研究開発費と名目でエバラ突破が取るから、はい、で売ってこい、あそれなら売れますみたいな、プラマイゼロに してあげるから、うん、そうそう、はい、これはもうありがたい話で、はい、でまあその当時フランチャイズやってくださった大阪ガスさんとか、はい、まあ、印刷会社さんなんかが、はい、あの援助してもらって、はい、で自分たちも出す、我々も出資させてください、はい、まあ、その当時 MBO なんていう言葉は日本語になかったんで、はい、うん、一部上場企業では、はい、マネージングバイアウトっていうのは僕らが一号じゃないかなと思ってますよね。でそこで再スタートしたわけです。従業員がその経営権を買い取ったという形なんですね、はいはい。